向こう1週間の天気です。明日は梅雨前線の影響で雨の降るところが多くなる見込みです。また台風の北上に伴って8日の火曜日は沖縄は大荒れの天気、また西日本の水曜日から金曜日にかけては雨の降るところが多く、天気が荒れる恐れがありますのでご注意ください。現在の神奈川県の江ノ島の様子です。今日は上空は雲が少なく晴れ間が広がっています。現在のところ海の方も穏やかです。しかし南の海上には台風があります。その影響で徐々に波が高く、波が高くなってくる恐れがありますので、ご注意ください。では現在の雲の様子です。関東甲信越付近、上空少し薄い雲が出ていますが、その雲の間から晴れ間が出て、日中はこの後も晴れるところが多い見込みです。ただ午後は山沿いなどでにわか雨や雷雨がありそうです。今日の各地の予報です。今日の日中は晴れ間の出るところが多いでしょう。午後は関東で雲が発生